日本北海道札幌市中央区総園総園は、北海道札幌市中央区の一部を指す地名。明治時代、養蚕のため、桑畑が広がっていたことに由来する。名称に総園を冠した、鉄道駅や道路、学校が、札幌駅や札幌駅前通りから見て西方にあり、総園地区町会連合会も存在するが、住居表示などに使われる。 公式の町邸ではないため明確な教会は存在しない。1875年、開拓大法官を務めていた松本十郎は札幌の南一条から来た西八丁目から西の地域を切り開くため出身地の旧省内藩から元武士157人を招兵した。彼らは、郷里で養蚕を営む松ヶ丘開根城を立ち上げた経験があった。 6月から9月にかけて、約100日間、月明かりのある夜は午前0時まで作業して、約4万本の桑の苗木を植える穴を掘り、21万坪の土地を開拓してから帰郷した。北海道知事公館は、旧省内藩市の宿舎跡に建てられ、西門近くに草園碑という石碑がある。その翌年には、桑畑は48万坪まで拡大した。このため一帯は、 草園と呼ばれるようになり、大正時代まで入居者は誰しも解雇を買うことを約束させられた。元は、桑畑が広がっていた一帯も、明治の末から民家が増え始め、大正になって、区画整理がされたことで急速に宅地化が進行した。1927年、札幌市電北五条線が札幌駅から開通。さらに1929年には草園駅から、 北五条線に接続して、市の中心部まで行ける総延線が開通した。しかしこの総延線は、単線で運行本数を増やせなかったことと、当時の総延駅はまだ貨物駅としての運用が、中心で旅客が少なかったことから、1960年に廃止された。残る北五条線も1971年に廃止されている。こうして一帯から、市電は消えたが、 1988年の函館本線高カカを景気に、草園駅前は大規模な開発が行われて再活性化。かつての市電亭流所近辺にもマンションが林立するようになっている。北六条西十二条目のあたりは、かつて北海道大学の教授たちが今日構えていたことから、通称大学村や草園博士町と呼ばれている。 1909年12月に、時藤和彦農学部教授が移り住んだのをはじめとし、宮部金吾など多い時には十数名の教授たちが集っていた。彼らは1912年12月から毎月、損壊という集まりを設け、途中で各月に変更しつつも1995年秋に至るまで共同体を維持していた。教授たちが建てた文化住宅の街並みは札幌。 ふるさと文化百選のナンバー76に選定されているが、選定時には6棟あった住宅も1998年の時点で2棟にまで減少。周辺にはマンションが立ち並び、王子の雰囲気をうかがい知ることはもはやできない。宮部金吾の邸宅跡は1991年に整備されて宮部記念緑地となっている。総延延増村、石山通が、 函館本線と交差する地点は、高架化以前には絶えず、人身事故が起きており、人々から魔の踏切と呼ばれていた。そこで1927年、市民の寄付によって高さ5メートルを超える大きさの総園園名地蔵村が建立された。線路の高架化によって、事故の心配がなくなってからは、地蔵村の周囲は総園ふれあい公園となっている。地元有志が集う。 総延延命地蔵村保存会により、毎年7月24日には、慰霊祭が取り行われている。市外局番の一覧。総務省。2017年3月30日閲覧。ABC。我が町一吉。総延飛球省内藩市が桑畑開墾読売新聞長官2021年4月23日。札幌市立総延小学校など。 総延区連合町内開会開速も9時。ABCD、札幌地名校、P36AB、札幌市電が走る町根弱 P127、ハット ABC、札幌市電が走る町根弱 P138、札幌市電が走る町根弱 P139、ABC、札幌の建築田んぼ七 P75 片岡2012、P46 片岡2012、 P47ABC 札幌市電が走る街混着 P136 ありがとうございます。